怪しいぜ、怪しいぜ、この辺り特に、うん、クソが、近づけさせないつもりだ。させないよ、行かせない、首も切らせない。お前たちはここで眠りにつくんだ、深い深い眠りにね。邪魔くせえ肉どもがぶった切ってやる。人の分際でよくも俺の首を見つけたね。けれどお前たちは傷を入れることはできない。悪夢を見て苦しみながら死ぬのだから。ここで手こずっていては被害が広がる。急ごう、イノスケ。当たり前だ、遅れるなよ、アンドラ。消えてくる。弱いね。ねんねん、注意を払いながら眠らされないようにもしなければならない。立ち回りが難しい。できる、敵もいるんだから。もっともっと絶望しておくれよ。なんとかさっさと伊之助様に斬られやがるよ。うるさいな、さっさと眠ってくれないか。骨を狙いたくても肉が邪魔をしやがる。肉を切っていけばほんの少しだけ隙ができる。そこを狙うんだ。首のある場所はもう分かっているんだから。そんなこと分かってない、お前が言う前から。そうか、さすがだ。この程度、足はまだ動く。俺がくじけることは絶対にない。早く首を。伊之助、このマスターが鬼の首だ。けだもの呼吸、強気は蹴れ込まなきゃ。父さん、守ってくれ。この一撃で骨を断つ。火の神神楽、ヘキラの天。やべえぞ、お手数。おい、大丈夫か、大丈夫か、三太郎、しっかりしろ。伊之助、鬼の肉でバインバインして助かったぜ。逆にな。俺はすぐ動けそうにない。他の人を助けてくれ、頼む。言ってやるよ、親分だからな、子分の頼みだからな。夜明けが近づいている。呼吸を整えろ、早く怪我人を助けないと。禰豆子、善逸、煉獄さん、きっと無事だ、信じろ。上弦、ここ百年顔ぶれの変わらない鬼たち、山ほど葬っている。鬼狩りの柱さえも葬っている。異次元の強さなのか。ああ、やり直したい、やり直したい。なんという惨めな悪
む。